てまいります。もう随分前のことより感じますが、ホークス先発は初戦登板石川修太でした。まあ、結局今日は2回だったんですが、はい、2回はようやく石川らしさが出ましたかね。そうですね、いいところも見られましたけども、はい、まあ、もう何試合かちょっと投げて見ていってほしいですね。はいはい、立ち上がりはゼロのスタート。一方ドラゴンズの方も、まあ、一軍のローテーションピッチャーピッタに、調整登板という形のスタート。ピッタニの方は三者凡退のスタートになりました。まあ、共に交流戦でちょっと結果が出なかっただけに、今日のゲームをきっかけにしたいところですよね。そうですよね。意外と2人は制球よくね、はい、意外と2人の方が気が早いんじゃないですか。うん、はい、2回になると石川は非常にリズム、そしてテンポも良くなりました。まっすぐは非常に良かったですよ。はい、はい、で2回投げ終わってゼロで終えたところで石川は交代という形になりました。ホークスは 3回、育成の村上が今シーズン初めての2軍登板、まあ、このエラーでの出塁があったんですが、自らの牽制で刺すというね。そうですね、はい、まあ、そこもこう腕も触れてましたしね、いいところは見せましたよね。はい、まあ、反省とされるのはちょっと一塁の、ね、はい、ベースカバーがちょっと緩慢になっているところがあって、まあ、そこはまた強制的に投内連携等で鍛えられると思いますね。はい、4回のマウンドにも上がった福谷、まあ、福谷の方もらしさがこうようやく見えてきたという感じのマウンドになりました。ヒットっていうのがなかったですけど、まっすぐやっぱりベース板の上で非常に強いボールですから、はい、この4回も三者凡退に抑えた福谷です。きっかけをつかんだでしょうか。5回です。ホークスは3番手の奥村、まあ、故障そして手術からの復帰を目指しています。まあ、今シーズンは育成で迎えたシーズンですが、なんとか早く戻りたいところですね。その奥村は結局7回まで投げました。まあ、ようやくこのピッチングフォームを含めてらしさが戻ってきているかなという、奥村のピッチングになりました。まあ、ここも最後しっかり三者凡退で抑えました。8回です。まさに、まあ、ドラゴンズにとっては魔のイニングになってしまいました。この増田のヒットから始まりました。そうなんですよね、はい、そしてホーキンスセンターオーバー、2点タイムリー、これがスリーベースになりました。ここから怒涛でしたね。フィルダースチョイスがあって1点さらに2フィニッシュ、なんとなるのこれが2点タイムリーヒット。さらにこの回ヒットでスタートした増田が2回目の打席に立って、今度はここセンターへのタイムリーヒット1点追加。得点が積み上がったところで満塁リチャード、ライトへのこれが第10号は満塁ホームラングランドスラム。一気に10対0とリードを広げました。